おはようございます。2012年8月21日火曜日6時5分になりました。ということで、もう8月も後半ですね。後半というか下旬ですよね、になって、まあ夏休みがもうすぐ終わる、が緊張連中が焦っている時期になりつつあるかなと思いますけれども、昨日は銀座のね、金メダリストのパレード、すさまじいことになってますよね。まあ、50万人ということなんですけど、50万人も集まってるのかどうかなというのはちょっと疑問だったんですけど、まあ、とにかく、30万人以上は少なくとも集まってるのは、もう写真からすると、写真というか映像からすると、間違いないかなというような気はしますけども。さてさて、IT メディアニュースからまた見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら。トップのところにも出てた記事ですけれども、ブラックジャックによろしくが二次利用フリーに、商用、非商用問わず自由に利用可能ということで、これは漫画ですね。ブラックジャックによろしくという漫画なんですけども、かなり人気のある漫画ですが、これがですね、まだちょっと詳細が発表されてはいないんですけども、9月15日以降ですね、商用非商用問わずこの漫画をですね、本にして売ったりとかですね、あと小説にしたり映画化することを別に無料でできるというような、自由に使っていいですよと、二次利用を自由にやってもらって構わないですよという形で、提供すると、なんかすごいですよね。その人気のないところではなくて、こういうその人気のあるその漫画家の人がこういう決断をして使うと。で、まあ、この漫画家の佐藤さんはですね、以前にもその漫画自体をですね、無料でネットで公開したりとか、そういったことをやってるんですね。で、もうこのインターネットがこれだけ広がってる時代の中で、その著作権どうのこうのとかいう、その権利でがんじがらめにして使うっていうのは、もうそのやり方が古いと。そういうことをやっていても、これからはもう全然そのうまくいかなくなるということをですね、自ら証明するんだという思いで、いろんなことを、まあ、今までにない斬新的なやり方というか、そのどっちかというと今までってもう権利を守ろう守ろうという方向で全て動いてたんですけども、それをですね、逆にそのオープンにすることで人気を集めて、でもってそのお金が回るような仕組みを作っていくというようなことをやってるんですね。で、まあ、そのウェブで公開したことによって、そのウェブサイトのポイントの購入とかですね、そういったものが今までないぐらい、かなりその多くの売り上げを出してると。まあ、とはいえですね、じゃあ他の作家さんにとってメリットがどれぐらいあったかというと、なかなかやっぱり厳しいものがあって、このあたりがそのなかなか簡単にはいかないというところが浮き彫りにはなっているのは事実なんですけどね。で、この第2弾というか、として今度は二次利用を可能にするということで、このコンテンツ自体をですね、そのネットに掲載するとか、書籍で販売するとか、アニメ化とか翻訳、そういったことが自由にできるというのは非常に大きいですよね。これによって何が起きるかっていうと、このブラックジャックによろしくというもの、そのアニメコンテンツ自体がですね、ものすごい勢いで日本国内にとどまらず海外にまで広がっていくということがあり得るんですね。で、それだけその認知度が上がっていくっていうことによって、その与える影響度っていうのはやっぱり非常に大きいので、まあある意味その非常に大きいその広告
宣伝にはなるんですけども、まあ、その分リスクとしてはその自由に使えるっていうことはどう使われていくかわからないっていうところもあったりするんですけども、まあただそれだけのリスクを超えてでもそのこういう、二次利用のをフリーにするというのは本当その大きな動きかなと。でまたこれによって注目されてこのブラックジャックによろしくがおそらく9月15日以降はですね至るところで目にするようになると思うんですね。とにかくそういうコンテンツを自由に使えるんですから二次利用できるっていうことはとにかくいろんなところで目にすると。でそうなるとその効果がこれはちょっと半端じゃないなということがいろんな出版社とかですね、他の漫画家にも影響することが出てくると思います。そうなるとその音楽なんかでも一時期その、MP3 でダウンロードするっていうのにすごくこう賛同してそちらに動いていったアーティストというかミュージシャンとですね、でいやそんなのは認めないみたいなところであくまでもその著作権ガチガチの中で販売しようとしたミュージシャンと非常に対決してたみたいな図式がですね、漫画界でも起きるんじゃないかなという気がします。で結果的にはおそらくこういうその次のネットに対応した動きの方が広まりが驚異的に早いので、そちらの方にどんどん動いていくと。あれだけいろんな人たちが音楽のダウンロードとかなんとか反対してましたけども、でも結局今となってはそんなのがもう当たり前、そうしないともう売れないような時代にもなってきてるんで、まあ、おそらくそういう方向にですねいろんなものが動いていく。で今までのやっぱりその経済の動きと全然違うところに、なってくるんじゃないかなという、その第一歩としてはすごく大きい動きになるんじゃないかなと思います。ということで、9月15日以降ですねいろんなところでこのブラックジャックによろしくの、アニメというか漫画をですね目にするようになるかと思いますけど、それ以降どうなるのか、ちょっと期待してみたいなと思います。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日火曜日ですね。なんかまだまだねこの8月下旬になっても猛暑の暑い日になってますけれども、ぜひ気をつけてということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。